おはようございます。剣道六段田村です。先日の東北地方の地震、ちょっとびっくりしましたね。10年前の東北沖地震を思い出します。沼田妖怪道場の関係、親しくさせていただいている道場さんや先生方も東北地方には大勢いらっしゃいます。慎んでお見舞いを申し上げます。本日は3点お話をさせていただこうと思います。まず1点目は、道具学会から発刊いたしました水路トンネル維持管理の手引きのご紹介になります。前回にもご紹介させていただいたんですが、いよいよ、発行になり、今週の18日に新エネルギー財団というところの講演で、この内容をご説明するんですけども、その講演を皮切りに3月9日には土木学会の講堂で、この内容、本の内容についてまた講演をさせていただきます。その後4月5月6月にそれぞれ、その専門的な、講演を行う予定でおります。私等動画をご覧いただいている方で、トンネルあるいは水力に関わる方がもしいらっしゃるようでしたら、ぜひ、講演への参加をご検討いただければと思います。ちなみに3月9日の道具学会の講演は2時間の予定で、参加費は無料となっております。で、このご時世でウェブ参加も可能となっております。概要欄に、道具学会のアドレスを入れておきますので、もし興味のある方は申し込んでいただければと思います。よろしくお願いします。2点目は、その私の剣道動画のを始めるにあたっての動機というか、こんなつもりで、動画を作ってるよというところを少しご紹介したいと思います。私は中学の時に一度剣道をやってるんですけど、指導者のいない剣道部で全く剣道ができなくてですね、2年間の中で一度も公式戦に参加することができず、もう剣道の試合ももう無理だと一度諦めた経緯がございます。で、43歳の時に田原先生と、運命的な出会いをしまして、で以降田原先生の指導で、剣道を学んでるわけですけども、田原先生の指導というのは非常にこう合理的でですね、感覚的な部分をなるべく排除して理論的に剣道を解説してくれるんですね。私はエンジニアなんで技術を専門に仕事をしているわけなんですが、技術というのは言葉で説明できて文章で残せる、内容をしっかり伝えればそれを読んだ人、聞いた人は同じことができるようになるというのが技術なんです。田原先生から指導いただいた剣道の技術をぜひ多くの剣道で悩んでる皆さんに知ってもらいたい、皆さんの悩んでいるその答えを一緒に見つけたいという思いから、この動画を、剣道動画を作っています。私の動画の中で、全国審査を実況している動画があるんですけども、先日
その動画に対して、審査している様子を晒して批判するとは何事かと、人のことはいいからもっと自分で修行しろというコメントがございました。まあ、それはそれで全くその通りなんですが、でもその審査というのは明確に落ちる人、合格する人が出るわけです。で、審査が難しいのは落ちた人に何が悪かったのか、どこを修正すれば受かるのかといったことを一切情報として提供してくれないんですね。で、審査に落ちれば、落ちた人は何が悪かったんだろうといろいろ悩む。それまで作り上げてきた剣道も全て否定して考え直さなければいけない。で、かえって剣道が難しくなってだんだん剣道から離れていってしまう。そんな方も大勢いらっしゃるんじゃないかと思うんです。私の審査実況の中で、審査実況の中で私はいいところはいいで、不足しているところは不足している、なるべく技術的な部分でコメントするように心がけていたつもりです。決してその個人を批判したり人格を否定するようなことはないように心がけてきたつもりです。にもかかわらず、まあ、このような批判を受けたということについては、まあ、私も不十分なところがあったんじゃないかと反省はしているんですが、この動画は剣道に悩んでいる人、私のように、まあ、中年になってから剣道を始めて上手になっていこうと思っている人、そういった方々と一緒に剣道の技を上達して、で、全国審査にも通っていきたいと思って動画を作成しております。当動画ではこれからも剣道の技術で私が指導していただいてきた剣道の理論を折々皆さんにご披露していこうと思っています。今後と、当動画のご趣旨を理解した上で今後もご視聴いただければありがたいと思います。3点目です。ぐっと砕けた話になりますが、私ダイエットを始めました。私の動画を見てくださった方はお気づきかもしれませんが、最近お腹がボコリ出てきてしまいまして、市内を振りかぶるとお腹が横と出てきてですね、非常に見苦しいところをお見せしてすることになってしまっています。これいかんということで、とりあえず体重計に乗るだけダイエットを始めました。2月の1日から体重を測り始めまして、3日で 500g 増えて、これいかんとちょっと真面目に大食いをしないように、生活をちょっと注意しまして、で、ここに来てようやく今32キロ台後半、最初に測りに乗った時と同じレベルまで戻すことができました。非常にこうだらしない結果になってるんですけども、まあ、今後この勢いでですね、少しずつ体重を落としていければなと思っています。剣道が本格的に再開しまして、皆さんのところへもお邪魔ができるようになったり、皆様の方にもまた道場へ遊びに来ていただいた時に、もう少しスポーツマンらしい体験になっていれたらなと思っています。本日の話題については以上3点でございます。
引き続き当動画のご視聴をよろしくお願いします。またいいねと思いましたら高評価ボタン、このも今後も引き続き見ていいなと思いましたらチャンネル登録よろしくお願いします。